はい、タイバームクーヘンです。ただいまですね、群馬県の渋川市の辰巳町というところに来ております。ここにですね、旧ですね、マイカルのですね、渋川サティ、元、渋川サティが、跡地がありますんで、そこにちょっと向かいたいと思います。ですね、もうすぐ目の前に見えてきますけども、そこに、スーパーのベルクっていうのがあるんですけども、そこのところがですね、元マイカル・サティの、渋川・サティがあったところの跡地でございますね。はい、今もう来ました。ここです。ここがマイカルの、元マイカル、渋川・サティがあったところです。ちょっと歩いてぐるっと回りますか。今はスーパーマーケットベルクになってますけども、ここは元マイカル渋川サティだったところです。これそのままやったんじゃなくて、おそらくこれは店舗は立て直ししてると思います。おそらくですね。こんな感じでございまして、向こうには多分ぐるって回ることは多分できないのかな。元マイカルの、渋川サティ、ちょっとぐるっと回れるようだったら回りたいと思いますけども、回れなかったらもう一回戻ります。そこをちょっと左曲がれそうなんで、ちょっと行ってみますか。元マイカルのですね、渋川サティがあったところでございます。川流れてますけど、ちょっと汚いので、あまりにも汚いので、もちょっとお見せしない方がいいかもしれないです。せっかくの川にゴミを捨ててんだからな、ペットボトルとか。ほんとバカがいるからな、ほんとに。ちょっと思って通り出てしまいましたが、マイカルの、渋川サティ、今はベルクっていうですねスーパーにちょっと変わって、模様替えというかですね、もう建て替えて新しい建物に生まれ変わっております。ベルクっていうものになってますね。あそこぐるっと回って終わりにしたいと思います。9時から12時までやってるみたいです。ベルクですね。ここが元マイカル渋川サティあったところです。ちょっと行きます。
工場銀行渋川支店。これサティがあったんですね。当時を思い起こさせるような感じはありますね。スーパーベルクでございます。はい、ここがです、元マイカル渋川サティですね。はい、ではですね、ここはですね、元マイカルの渋川サティがあったとこになりますので、はい、これで終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。